河井路、河井路昭和20年3月10日は、近代日本の天国家である。中国に渡り後小石に支持し、金石学部に基づく天国を日本に啓蒙しその、発展に尽くした。本来、聖は、河井であったが、戸籍の貴重ミスから河井となる。名は、仙楼であるが、終始て仙とも所した。陽名は徳松、後に、死の篠の田悪二つの意味名を避けて江松、または、 徳とした。号は起戦後に、老、しばしば、料理と会合した。別号に、右仙ん、旧節、竹と、血まぼろし同人。道号に忘れ、老、忘れしばしば、六福国安、次、術道、宝か祈願などがある。京都の人、京都寺町の腕利きの陰番師として知られる、河合千恵門の長男として生まれる、上京第三十組小学校に入学。 本師神山法要に教えを受け、また急遽道の熊谷直行と同窓となる。卒業後、林、創教のもとで私文を学び、二十歳近くになって、篠田悪達の門下となって、天国を学ぶ。この頃、田中文九道より、金井師匠入手し丹念に書写している。数年後、死の進めで同門の杉山久もとと共に、天国の反布会を作る。二十七歳の頃、 ご小席への警護がやまず、手紙を送ると思わず、小席の返信を受け取る。以降手紙による、添削指導を受けるが、ますます、深刻への思いが募り、渡航費用を捻出するために、岐阜に赴もむき、孔塚の求めに応じて印を打っている。29歳の時父が死去するが、家業は番頭に任せ自身は、天国に没頭した。30歳にて、ついに念願の申告渡航を実現し、 上海の小席と親しく交わっている。この時、田中文宮道の田中慶太郎も同行している。その後、毎年あるいは年に2回と渡航を繰り返し、中国の様々な文物を日本に持ち帰っている。その費用を賄うために、この時期は生涯で最も盛んに転国し、人の求めに応じている。中国でも、羅針玉と、王安都より、推薦文をもらい受け各地で売り印をしている。 明治三十六年、京都の実家を弟の河井明氏に譲り、東京下屋に転居し世帯を構えた。その後間もなく、三井貢献の秘護を受け、その邸内の簡素な家に移り住んだ。伊織は中国文物の目利きとなっていたので、貢献の収集のアドバイザーともなった。この頃、初夏の岩屋十六から抜きな数王の所蔵した法上を譲り受けて、宝かき願の道具を得ている。 大正3年、御小石が初代社長となった西飲社設立時の発起人の一人となり、結社後は長尾山と共に社員となった。設立メンバーの一人である大野王の事要員は、いおりが濃くしている。小石との交流は、彼が没する昭和2年まで続いた。ちなみに、昭和6年、と61歳の時初動人の団体の代表となって渡航したが、これが最後の渡航となった。 太平洋戦争末期、空襲が激しさを増しても居託は、皇居の近くだから爆撃されないと嘘吹き、戦火を避けようとはしなかった。しかし、昭和20年3月10日、ついに爆撃に遭い、所蔵する膨大な書画や、蔵書などと共に帰らぬ人となった。天国の作風は、年代と共に水位が激しい。20歳頃は、死の篠の悪達の作風が、色濃い。 二十二歳頃には、陳工授風となる。二十六歳以降は、作風が複雑に入り混じり助産校、五小石など多様な影響が見える。三十歳は、五小石門化となったが、独自の作風も保ち続けた。陸長風の解消を用いたのは、いおりが最初である。中年以降、書も天国も制作を好まなくなったという。納得いかない作品を後世に残したくないという。 思いからである。満州国の国事を要請された時も体よく断っている。若いうちから金石学を非常に深く研究し、正しい因学を日本国内に広めることに努めた。明治40年には、初生中村蘭大、五世浜村増六、岡本陳書山田観山らと日野都筆人員社を結ぶ。また、日本新聞や朝日新聞に同志とともに、 天国の連載を持った。特に、日本新聞の連載では、浜村増力と共に公募作品の選定を行い、表を行っている。この陰影土票は、日本院として刊行された。なお、明治39年の作品展で二席になった、石井並び石はの地によりに入門している。30年にわたる中国とこのうちに優れた書画や、書籍を大量に収蔵した。書画は特に、 子をを中心に名品を集め、昭和17年には、長子試展を開催して国内に紹介している。書籍は、書が、金石、ン譜などを膨大に収蔵したばかりでなく深い、学識を得ていた。書道芸術においても自ら収蔵する、名品宝書のみならず、中村不設や蜜や、羅新玉などの収蔵物を複製し出版した。若年期に配布されたものいおりの許可なく勝手に、 観光された没後、様々な陰影を集め写真複製したもの巨宅の、焼け跡から見つかった印がほとんど、上下2冊組集体制となる。ありがとうございます。